トランプ氏がが今年第一四半期ににに1900 19万ドルの献金を集めたた。ことが19日に明らかになりましたトランプ氏は依然として大きな影響力を持ち有能であることを示しています11月8日のアメリカ中間選挙を控えドナルド・トランプ前大統領のパックである西部アメリカは共和党でも最有力の政治資金団体の一つへと急速な台頭を見せていると ロイターの報道でわかりましたアメリカメディアブライトバートニュースネットワークによるとトランプ氏は中間選挙で現職のブライアン・ケンプ知事を落選させるためジョージア州の共和党知事選に50万ドルを注入したといいます2020年の大統領選挙と上院議員選挙におけるケンプ氏の実績は共和党を失望させましたそのため トランプ氏は元共和党上院議員のデビッド・パーデュー氏がケンプ氏にとって変わることを望んでいます。トランプ氏は巨額の資金を調達する能力を持っているため、出馬を決める場合、2024年の予備選の候補者の中で絶対的な優位を占めることになるだろう。